父と子と精神の何より。一人の父親がイーススのもとに息子を連れてまいりました。息子は病気の霊に取りつかれていました。耳も聞こえず、口も聞けず、火や水を見ると引きつけを起こします。今の息子はイーススを見た途端に発作を起こして、地面を泡を吹きながら転げ回りました。いつ頃からこんなになったのか、そう尋ねるイーススに父親は、幼い時からですと答え、もしお出来になるのならば私たちを憐れんでお助けください、そう願いました。お出来になるなら、ここには主イーススに全幅の信頼を置く立派な信仰はありません。イーススはすかさず問い返します。もしできればというのか。そして、信じる者にはどんなことでもできる。父親の目をまっすぐに見据えてそう言いました。父親は主に取りすがって叫びました。信じます。不信仰な私をお助けください。信じられませんが信じますです。あなたの前に胸を張ってお見せできるような立派な信仰などありません。からし種ほどの信仰もありません。でも信じます。信じますから、私たちを憐れんで何とかしてくださいという、まさに支離滅裂な、しかしこれ以上ない切実な叫びです。ここには主のため、神のために一切を投げ出す、一切を捨てるというような立派な信仰はありません。反対に、息子が助かるためなら何でもいい、信じるって言っちゃえという、まことに自分勝手な、しかしこれ以上切実なものは他にはない、捨て身の叫びがあるだけです。この父親の気持ちなら知っている。この父親の叫びならかつて、しかし、いや、今も叫んだことがある、叫んでいる。皆さんそうじゃないですか。信じます。不信仰な私をお助けください。主イエスはこの叫びを、人の悲しみの極まり、しかし絶望への瀬戸際にいる人間が最後の希望を託して叫んだ祈りとして、お聞き届けてくださいました。かたじけない。主はこの親子に出会う前、高い山に登って、そこで三人のお弟子たちに、人が信仰によって到達できるその極地で分かち合う輝きを、ご自身の変容したお姿でお示しになったばかりです。その主が高い山から降りてきて、人の悲しみの絶望のただ中で、人のあげる叫びや悲鳴のただ中で、信じられないが信じます、助けてくださいという願いを叶えてくださいました。復活祭を間近にしたこの主日に、あなたの信仰があなたを救ったのだと、イエスがお褒めになったような、そんな立派な信仰ではなく、こんな信仰にもならないような信仰が、しかし私たちが自分のこととしてよく知っている叫びが、主イエスを動かした、それを伝える福音が、今日復活祭を間近にしたこの今日記憶されます。しかし記憶といえば、もう一つ
この福音が読まれる主日には、今日は海底者聖ヨアンが記憶されます。彼は天国へのはしごという神との一致への憧れに胸を焦がし、高い山で主が垣間見せた変容の輝きに預かることを、それを目指す修道士たちが何世紀にもわたって読み継いできた書物を残した大聖人です。これに気づいてほしいんです。世俗のただ中で発せられた信仰などとは呼びようもない叫びと、まさに信仰のチャンピオンと言ってもよい聖なる主婦が同時に記憶されるんです。同じ日に記憶されるんです。皆さん、先ほどお歌いになりました、心の貧しき者は幸いなり、天国は彼らのものなればなり、海底者聖ヨアンの書いた書物も、また多くの修道士夫たちが書いた書物も、こぞってこの心の貧しさを天国への道行きの中で何よりも大切なものとして教えています。心の貧しさは自分の無力を知り、神により頼む砕かれた心の姿です。聖人たちの信仰の揺るぎなさも、絶えざる祈りと物意味によって心を清め、神との一致を目指す人たちの高尚な信仰も、みんなここから始まります。すなわち地獄のようなこの世から発せられる同じ一つの叫びから始まります。そしてその叫びに支えられます。支えられ続けていきます。そしてついに最後には、またその同じ叫びで、信仰は、人の信仰はそのギリギリの姿を表すんです。信仰がそこで完成するんです。信じます、不信仰な私をお助けくださいという叫びで。アミン。